7月の1話から再スタート。スマホに閉じ込められた CEO とそれを拾った就活生のファンタジックミステリー、社長をロック解除。人間に天罰を下す死神との時空を超えたファンタジーロマンス、コクドゥの季節。変わり者の CEO と社員たちが奮闘するお仕事コメディ、ユニコーンパンギョ物語。雇用労働部の裏側を描く痛快ヒューマンコメディ、チェックメイト正義の番人。成仏できない死者のために奔走するミステリーファンタジー、ミッシング彼らがいた。さらに続編も。新たな霊魂の村が見つかり、再び事件解決に挑むミッシング2彼らがいた。異なる人生を歩んできた3人の女性が生きる意味を見つめるヒューマンドラマ、一人だけ。不安と疑心に駆られる人々を描くミステリースリラー、イノシシ狩り。詳しくは KNTV ホームページへ。